後もこっち行って終わりよ。サンドラックや。水産、磯丸水産。熱。いくら、いくらすげえな。あ、ここやん、天満園。天満園ここやわ。すぐここやわ。じゃあここも違うんや、天禄の商店街で。ケンタッキー。あ、リンガーハットある。リンガーハットや。リンガーハットはここ右客があるわ。牛丼セット500円、安いな。安くない？安い。まあ、牛丼とちゃんぽん500円って安いやん。ここの店舗限定らしい。あ、そうなん。でも店舗限定が入ってるけど、リンガーハットのこういう持ち帰りではやってないってことやな。これチャーハン、ここで食ったことあるわ。あるん？あるある。何年前ぐらい？もう3年ぐらい、2年か3年ぐらい前。あるわ。あ、ビアーズパパや。これ前なんかドーム、大阪ドームのとこなかった？ビアーズパパ。いや違うやろ。昔シュークリーム、かなり昔やで。大阪ドームにびっくりドンキが移転する前の話。あったっけ？あったで多分。ここもあるわ。オラガ、オラガそば食べたことあるの？ここも食べたことある。肉とかある。オラガそばうまかったんけど。いや、まあまあやったな。オラガそば。まあまあやったな。500円。ここってもうあれじゃないんでしょ？天禄の商店街で。え？あそこからや、天禄商店街。三田製麺。三田製麺。これそこもつけ麺の店やん。あ、トマトつけ麺なんてあるで。トマトつけ麺。夏場にはいいんじゃない？これ。ほら。トマトつけ麺。うまい。これうまそうじゃない？夏場。うまそうやな。マスクつけとるやん。あ、サブちゃんやん。よう、サブちゃん何してんの？マスクええやん、サブちゃん。はい。自分マスクつけてない。つけてない、つけてない。ノーガードセンター。頭であるやん。あ、ほんまや。玉で買っていく。酒売ってんの、玉で。売ってるで。一回見てみようか、玉で。天満うどん研修センター、玉で。玉でもペイペイ使えるやん。そうやな。玉でクッキング公膳、クッキング御膳300円やったば。サンデーは冷えてない。サンデーは冷えてないな。サンデーの酒冷えてない。サンキュッパ、サンロッパ、まあまあやな。サンマルクカフェ。あ、ジャイアンの服。お前は俺の、俺はお前の、お前のものは俺のもの。気が強い。何これ、カツカレー800円。カレー550円やって。ビーフカレー。あ、結構量あるで。これめっちゃ量あるやん。これここ量結構あるわ。カツカレー
そう、安いやん、カツカレー。608円、税込み。いや、普通に安いよ、これ。ほら。量結構あるよ。キャンドゥ。男流。あ、歩く。ピザ。まだ長。長いな。アイコスの店。昔ながらの。市販。丸カツ。美少館2号店。650円。じゃあ割りやん。上海。ほら、梅田行きで。ほら、美少館まだあるやん。だから梅田からでも歩いて来れるってこと。いや、ちょっと遠いな。あそこまでにしよう、あの切れ目のとこまで。長かったな、これ。長いな。天禄の商店街、長。あ、茶碗蒸しラーメンで、これあそこにもあったな。天保山にも。これ同じとこかな。あ、これ茶碗蒸しラーメンあんまうまくなかったな、俺。天保山で取った時。でもこれ天保山と、あ、同じや、卵みたいなやつやったの、これ。同じやん。あ、単調やった、しかもな。一緒やん。嘘。一緒一緒。あ、ここはあの、天保山とかと一緒やわ。こんなとこにあったんや。あんま馬ないけどな、これ。ぶっちゃけ。うん。あれ、これなんや。つくもうどんやって。790円カレーうどん。600円。まあまあやな。580円。冷やしうどん570円。うまそう。肉乗ってるやん。770円か。グリルランプ亭。お菓子のデパート。あ、やっと終わった。いや、また続くな、これは。天神橋。もうええわ、ここ。ここまで。よいしょ。はい、今日はもう疲れたんで、ここで終わりです。これで終わりです。まだあるけど。あるけど、もうええやろ、あっちは。向こうがええわ。もうしんどいわ、これ。梅田まで歩いて回ることになる。おう、やめよう。うん。まあ、見たい人はまた自分の足で見てください。もう疲れました。天神橋筋6丁目商店街プラスちょっとおまけでした。ここ何なん、千林なんちゃって書いてある。
いや天神橋だろ。天神橋だ。じゃあ終わります。4番街。4番街商店街です。はい。